いつもご利用いただき誠にありがとうございます。こちらコートになりますけれども、シミの付着無状況ですね。袖口になりますが、色移りになりますね。反対側にもございます。こちら、このファスナーですね、ポケットのファスナー付近にもあります。あと襟のちょうど、裏側になるのかな、裏側というか後ろ側ですかね。そうですね、油を含むようなシミですね。それと袖にも汚れですね。このような付着状況です。ここにね、比較のね、利き手にこの比較が使用されてますのでね、おそらくここから色が移ったものかとは思いますけれども、結構濃く付着してますね。ブランドの方がシャネルですね。素材なんですが、ちょっと消えかかってるんですが、表裏ともシルクですね。シルク 100% の品になります。そうですね、これちょっと状況的にね、ここに比較がありますので、なかなか洗うことがものすごくねリスキーな状況ですので、どのように処理しようかちょっと思案しているところなんですが、先日リフォーム業者さんに相談して、この比較側をなんとか取ることできないかということで相談させていただいたんですけれども、この皮部分をこの縫製をほどいて取ることはやはり難しいそうですね。かなり複雑に縫製されているのと、取り外して再度取り付けるときにうまく取り付けられないということでね、それはちょっと難しいということだったんで、このファスナーのこの部分ですね、この部分をこちらを加工してね、一回取り外すということでね、最初進めてたんですけれども、ただ費用的にねものすごくねかかってしまいますので、やはり予算の都合もありまして、それではちょっと困るということでしたので、今お客様にご提案させていただいているのは部分処理ですね。このもうシミだけを今回は取らせていただくということで話を進めているんですけれども、それもね実際進めてみてできるかどうかですね。というのもやはりシルク素材ですので、結構ね部分処理するにしてもかなり難しい状況でして、今から実施はするんですが、基本的には洗いたいんですが、やはりこの比較がここにあるというだけでちょっとそれも実施しにくい状況ですね。洗いだとしてもせいぜいドライクリーニングがなんとかできるかなっていう状態ですのでね、ちょっと難しい状況ではあります。それでは早速実施していきますが、ここにもあるな、結構大変ですね。シミ取るだけでも大変なんですけどね、あと洗えないとなると結構厳しいですね。
これだけシミもね、胸骨に付着してますとかなり薬品使いますので、最終的にその使用した薬品をすすり切れるかどうかという心配がありますので、まあ、本来ですとこの皮革を取り外して最終的にはすすぎを兼ねて水洗いを実施したいんですけれども、ちょっとそれがねできない状況ですので、それ以前にシミがうまく取れるかどうかですね。これこういうキワがすごくできやすくて、まあ、濡れたところを乾かしたんですけれども、こういう状態になってしまうんですよね。新たなシミができてしまいますので、この始末が大変なんで、大変そうやな。
色戻ってくるやつやな。染料も特殊やなこれ。洗うしかないかな。大量に使うとこはやっぱりダメかな。処理方法についてはね、ちょっとまだ決めかねてるところもあるんですけど、まあ、なんとか必要だと思いそうですので、また報告できればさせていただきたいと思います。一旦止まるんですね。はい、シャネルのコート染み抜き完了しております。はい、特にね、袖部分だったんですが、この比較の複紙材から色移りした色素ですね、色素が袖口密着していましたけれども、はい、まあなんとかね、目立たない程度には除去させていただきました。はい、あとはい、この襟ですね、襟のちょうど後ろの中央付近ですけれども、こちらに油を含むシミの付着があったんですけれども、こちらにつきましても除去させていただきました。はい、色移りの比較がある部分の付近には付着があったんですけれども、はい、全て除去させていただいております。はい、あと広範囲にうっすらとですけれどもね、汚れていた状態でしたが、こちらも解消させていただいております。はい、シミ抜きと並行してね、水洗いを実施しなければならない状況でしたが、裏地、表地ともにシルク素材でしたので、この比較がなくてもね、ただでさえ、洗うことがね難しい状況でしたけれども、この比較につきましては事前に
マスキングさせていただいて濡れない状態にさせていただいた上でクリーニングの方実施させていただいております。はい、ですのでこの比較についても質感変えることなくね、現状維持した状態でうまく洗うことができております。はい、ただまあボタンにつきましては全て取り外させていただいております。はい、こちらの契約でボタンをね外した状態での納品ということで、多少あの費用を抑えてということで契約させていただきましたので、ボタンのない状態で交換させていただくこととなります。全体に少しね、匂いもしてましたのでね、水洗いすることによってそういった匂いも解消されてさっぱりとした仕上がりになってますね。はい、まあなんとかできてよかったです。はい、ご利用いただきまして本当にありがとうございます。Thank you.